瀬戸末広町商店街瀬戸末広町商店街は愛知県瀬戸市末広町にあるアーケード商店街。組合店舗数は約100店舗であり、瀬戸市で最も規模の大きな商店街である。暮らし伝わる新繋がるをキャッチコピーとしている。火曜日を定休日としている店舗が多い。車両の通行は禁止している。バカ道路にある宮川モール、瀬戸川の南側。 末広町一丁目、二丁目、三丁目に所在し、外区の延長は約270メートルである。この270メートルの区間に全二式アーケードが設置されているが、西側の70メートルと東側の200メートルは、馬カ道路と呼ばれる道路で分断されている。太平洋戦争末期の1945年には、瀬戸市も空襲を受けるようになり、 5月に建物疎開が行われて作られたのがバカ道路である。建物疎開が行われた場所には、用品店、食堂、カメラ店などが所狭しと並んでいたが、少なくとも46件が取り壊されたという。商店の一部は、深川神社参道の宮前地下街に移転したが、移転先が見つからなかった店舗も多かった。バカ道路の中央部は、宮川モールという公園になっている。 アーケード西側入り口の前には案内所、つどいところ楽チンがある。1939年に瀬戸警察署蔵書所交番として建てられたものであり、瀬戸蔵を建設する際に道路を隔てた現在地に移築復元された。警察の紋章は陶器製であり、瓦屋根にはオリベユーが用いられた近代和風建築である。楽チンのすぐ東側には現役の交番である。 瀬戸警察署記念教皇板がある。瀬戸中央館1897年には大場戸の電磁が埋め立てられ、完成した通りが末広町と命名された。南東の宝泉寺と北西の深川神社に挟まれていることから往来が多く、1913年8月には演芸場の大将館が、1923年には活動写真館の末広館が開館した。 昭和初期には当時期販売店の中に数件の小売店がある程度だったが、1935年頃には、他地域から古服店や洋服店が進出した。1937年には発展会が設立され、当時としては珍しいスズラン明かりが設置された。1940年には通りがコンクリートで舗装された。映画館の中央館は、 モルタル作りの看板建築だった。1963年には近代化事業として全二式アーケードが建設された。瀬戸市では初のアーケード商店街であり、瀬戸銀座通り商店街に全二式アーケードが設置されたのは1964年のことである。1968年には末広町商店街振興組合が設立された。 1974年には床面がコンクリート製平板で舗装された。1982年3月13日には中央館の跡地に瀬戸中央劇場、ロマン中央の2館からなる映画館ビルが開館した。オープニング作品は瀬戸中央劇場がドラえもんのび太の大魔境忍者ハットリくんにんにんにんぽうえ日記の巻き、怪物くんデーモンの剣の三本立。 ロマン中央が、機動戦士ガンダムさん巡り合い宇宙の一本立。1983年7月23日公開の、南極物語が同館における興行記録となり、瀬戸市最後の映画館となった後も検討していたが、1993年1月30日に閉館した。瀬戸市は1993年頃に廃業した松千代旅館を買収して、 ギャラリーや休憩所などの施設を建設しようとしていたが、2001年には所有者の移行によって買収を断念した。2006年8月4日には商店街振興組合が木造2階建ての空き店舗を改修し、寄せとして使用できるコミュニティ施設の瀬戸末広亭を開館させた。8月4日から3日間には、ロコモコ本をリュウグルテーム眠り、 笑い港なて吉笑いなどによる記念寄せが行われた。2007年6月から2008年2月にはアーケード東側の200メートルで床面の舗装の張り替えが行われた。舗装は淡いピンク色で統一され、東西の入り口と中央部には三連のボリガマの絵があしらわれた。2012年に国が商店街街づくり事業補助金を設けたことで老朽化で、 雨漏りや耐震面の不安があったアーケード改修の機運が高まった。2014年には、国、愛知県、瀬戸市から補助金を得て、総延長270メートルの全2式アーケードの内東側の200メートルを改修した。事業費は1億3500万円であり、2、3を、国、1、6を、瀬戸市など、1、6を、 商店街振興組合が負担している。同年4月にアーケード改修工事が開始され、8月30日には竣工記念式典や記念イベントが開催、瀬戸市立みな瀬中学校吹奏楽部の演奏に合わせた通り始めなどが行われた。なお、同時期には瀬戸銀座通り商店街でも全蓋式アーケードを改修している。 東側アーケード入り口と瀬戸中央劇場跡地、喫茶店、八百屋、乾物屋、和菓子屋、金物屋、パン屋、五福屋、洋服屋、生地屋、化粧品屋、雑貨屋、電気屋など、日常生活品の専門店が集まっている。ありがとうございます。